俺の名は服部、表の顔は会社員、裏の顔は忍者として現代社会に潜んで生きている。今日は久しぶりに任務が入った。何でも大企業の息子を始末せよとのこと。ただのガキに見えるが、忍者の俺に依頼をするほど手を焼く相手ということか。まあすぐに終わらせてやるさ。忍者 VS 天才キッズ。標的はあいつか。隠れながら近づいてチャンスを伺うとしようか。やっべー、ちょっと寝坊しちゃったぜ。でもまだ走れば間に合うはず。どわ、あぶねえあぶねえ。やべ、間違えてボタンを押しちゃった。よし、気づかれていない。このまま。ん、なんだ、あ一体何が。忍者だ。しまった逃げられた。でもすげえ、本物の忍者じゃん。お、なんか落としてったの。くそ、まさかあんな珍妙な道具を使うガキがいるとは。おかげでしくじった。あーやべ、もうこんな時間じゃん。急げ、遅刻だ。おお、ギリギリセーフ。ちょっとサルトビ君、ギリギリじゃないですか。いやー、通学路に忍者が現れてさ、探してたら時間経っちゃってて。へえ、忍者ララヒーロー、現代で忍者なんているわけないでら。ちゃんと起きてるでらか。本当に見たんだって、信じてくれよ。サルトビ君はおバカな子だと思っていましたが、まさか忍者がいると嘘まで言い出すなんて抽象ですね。はい、そんなことより早く授業を始めますよ。皆さん席についてください。そんな。標的の学校に忍び込んだが、さっきの赤いガキまでいるじゃないか。まさか同じ学校の生徒だったとは。忍者を見たとわめいているが、誰にも信じてもらえていないようだな。このまま誰にもバレずに標的を始末してやるさ。最悪だぜ、全然みんな信じてくれねえ。俺ちゃんと見たのによ。トコタンは信じる。ありがとな、トコタン。まあ忍者を見たなんて急に言っても誰もなかなか信じないよね。何かの見間違いだったんじゃ。見間違いじゃねえよ、しっかりこの目で見たんだって。木から降りてきて、その後煙幕使って逃げてさ。何か証拠でもあればわかるけど。証拠？それはねえけどよ。わっ、どうしたの？忘れてた。そういえば忍者が何か落としてったの俺拾ってたんだ。え、見せてみて。で、これはどこたんだ。しまった、あの時に標的の写真を落としてしまったか。なんで忍者がトコタンの写真を。それに標的って、もしかしてあの忍者トコタンのこと狙ってたのか。くそ、悪者忍者だったのかよ。トコタン怖わ。まだそうと決まったわけじゃないけど、今まで何人もの相手からトコタンは命を狙われてるから可能性はあるね。トコタンはこれまでに何度もいろんな資格から命を狙われて危険な目に遭ったことがあるんだ。詳しくはこちらの動画も見てみてね。もしあの忍者が本当にトコタンを狙ってるんだとしたら、俺たちが守らねえと。え、危ないよ。それにどこから狙ってくるかわからないし。まあ俺の目的がバレたとて、天井に隠れていることには気づくまい。あ、天井に潜んでたりして。どりゃ、ちょっと何してるのヒロ。違うか。こら、サルトビ君、何をしているのですか。ゲー、シゲオ先生。天井に穴を開けるなんて信じられません。お説教です。職員室まで来なさい。ねえ、ちょっと待って、今それどころじゃ。死ぬかと思った。あの赤いガキ、俺のことに気づいてるのか。とにかくあいつは厄介だ。やはり確実に標的が一人になる瞬間を待ち続けるぞ。その後も僕たちはトコタンを守りながら忍者を探し続けたが、一向に見つかる気配はなかった。ちくしょう、あの後も探し続けたけど結局忍者見つからなかったな。今回の敵はかなり慎重なのかもしれないね。トコタン処分。トコタンしんどそうだな。無理もないよ、自分の命がずっと狙われてるかもしれないって気を張り続けているんだもん。僕たちもずっと探し続けてるし、ヘトヘトだ。だよな、ちくしょう、早いとこなんとかしねえと。疲れてきているようだな。このまま標的が一人になる瞬間まで、俺はいつまでも待ち続けてやる。忍者とは耐え忍ぶものだからな。でもここまで探しても見つからないなんて、やっぱり忍者だから隠れるのがすごい上手なのかな。なあ、もしかしたら見つけられてないだけで俺たちのすぐそばに隠れてるかもしれねえよな。今もすぐそばに。そうだ、二人ともちょっといい？ん？っていうのはどう？わかった、手分けして探すんだな。うん、このままじゃいつまで経っても忍者は見つからない。3人で一気に広範囲を探そう。トコタンもいい？トコタン了解。
それじゃあ忍者が見つかったらすぐ連絡な。うん。なるほど、何を考えたかと思えば手分けして俺を探すだと。俺を探すことに熱心になりすぎて守るべき標的を一人にするとは、バカなガキどもめ。俺にとっては好都合だ。忍者さんどこかな。お前のすぐ近くにいるよ。よし、もう少し近づいて。今だ。させねえよ。何、ようやく姿を現したな忍者。本当に忍者がいた。何、どういうことだ。お前ら別々で俺のことを探しに行ってたはずじゃ。へへ、あれはお前をおびき出すための嘘さ。なんだと。ここまで探しても一向に姿を現さなかったので、徹底してトコタンが一人になる瞬間を待っていたんじゃないかと思ったんです。そして近くで隠れているかもしれないあなたに、あえてトコタンを一人にする作戦を聞こえるように話したんです。そんでトコタンを一人にしたと思わせて、俺が近くで隠れて忍者が現れるのを待ったってわけ。まんまとやられてしまったというわけか。やい忍者、トコタンに手は出させねえ。おとなしく捕まってもらうぜ。は、忍者がそう簡単に捕まるものか。忍法分身の術。すげえ、本物の分身の術だ。感心しとる場合か。そうだった、もうそりゃ。これで大体片付いたかな。お、トコタン危ない、しまった。もう遅い。赤いガキ、自らやられに来るとは。ではまずはお前からだ。バレた。身代わりシャボンで俺も分身の術だ、とりゃやったか。な、なに、これって変わり身の術ってやつか。さすが忍者。くそ、どこに隠れてんだ。あ、どうしたのトコタン。なんか落ちてる。手裏剣じゃねえか。多分あいつもだよな。落とし物の多い忍者だぜ。だったらこれ使えるかも。ふん、あの赤いガキなかなかやるやつだな。また隠れてチャンスを伺うとしよう。今度こそ標的が一人になるまで待ってやる。見つけたぜ忍者。な、いつの間に。なぜ俺の場所が分かったんだ。でーん、おそろいぴったんこくんメガマックス。これであなたが落とした手裏剣と同じ成分のものを調べることができるんです。なんだその卑怯な発明品。これでもう逃げても無駄だぜ、諦めろ。まさかここまでやるとはな。追い詰めたつもりだろうが、諦めるのはお前たちの方だ。それ食らえ。あ、おい、トコタン危ねえ。棒を回転させて弾くとはやるな。だがそれもいつまで持つかな。それあ、飲み棒が。それさえなければこちらのものだ。こうなったら忍法巨大彼女術。何、忍法だと。なんだこれは、忍術なのか。いや焦るな、これもなんちゃらシャボンだろう。やはりな、本体はそこだ。まやかしの忍術で俺にかなうとでも。それはどうかな。何がおかしい。うわ、なぜ棒が伸びて。それ実は遠隔操作できるんだぜ。必殺たまたまアタックだ。クソガキか。イエーイ、ゴッカー。こうして僕らは忍者を捕まえることに成功し、暗殺を企んでいた忍者は逮捕されて平和な日常を取り戻したのだった。